100円効果は、松本清長の短編小説。小説新潮1978年7月号に、清長短編新集第6話として掲載され、1979年12月に、短編集、インカの飾り収録の一作として、新潮社より刊行された。1981年1986年に、テレビドラマ化されている。 銀行員の村川智子は自動車セールスマンの細田隆二と恋愛関係になった。隆二は初めから妻と娘がいることを智子に打ち明け、智子と結婚したいと言った。しかし、隆二の妻はガとして夫との離婚に応じなかった。娘を連れて鳥取県の実家に帰った、隆二の妻は医者料と娘の養育費に一時金で3000万円を 出すよう要求してきた。とも子はすでに32歳になっており、結婚のチャンスを逃したくなかった。とも子は、竜二に、自分が貸し付けでお金を調達すると宣伝する。とも子は見計らって銀行から3000万円の現金を持ち出した。とも子のトランクには持ち出した100万円の札束が33個、詰まっていた。列車で、鳥取県に向かう途中、 財布の中の小銭がなくなったのに気づく。現地に到着したら、小さな金に崩そうと智子は思った。が、松本清張の100円効果。1981年8月10日、テレビ朝日系列にて、傑作水劇場の一作として放映。視聴率13.2%。1986年6月30日、関西テレビ制作。 フジテレビ系列の松本成長サスペンスインカの飾りの一作として、光栄。視聴率18.1%。ありがとうございます。